テッド入店です。おはようございます。ブルーブレイブ漫才、カラクリサーカスも漫才、リゼロが今たった今生まれました。トットイーターリダレクションをいい加減打ちましょうか。こちらでやっていきます。では打っていきます。ゴッドイタリダレクションです。バナナ旅初ですね。前回打とうとして結局打たず、ずっと気にはなってたんですけど打たないままここまで来てしまいました。導入からだいぶ経ってます。で、前日の回数が一番ついてる。昇格しました。今日ゼリーにびっくりした。前日の回数すごいついてる台なんですけどって説明をしようと思ったら今日ゼリーでした。4台中2台が昨日だいぶ出てますね。回数ついてない台と悩んだんですけど、癖よしということでこちらにしてみました。昇格ってあんなにびっくりするもんですか。あんな音するんですね。人生2度目の昇格です。1回目はびっくりすぎて何も覚えてないです。もはや禁止じゃなかったかい。そんなことないかい。今日釣り引いても何もなしかと思って、でもびっくりするんでやめてほしいですよね。言ってほしい先に、これから大きな音鳴るよって。はい、今日チェリーからです。チャンスゾーン、まずは、音量のカスタムのちょっと具合を見ながらやっていきましょう。びっくりしちゃうんで。あ、いいですね。スイカでバトル、ボルグカムラムです。聞いてる？本当に聞いてる？お、いいじゃない、勝てそうね。あなたいいね、やりました。早かった。あとは伸ばせるかなんですけどね。30ゲームでの当選です。行ってみましょう。駆け抜けだけはやめてよね。方法ともにクリアです。では行くわよ。ちょっぴり苦手な SC です。ハンニバルさん、チャンス目ね、難しそうね。とにかくリプレイ。いいね、青ナビ初めて見ました。バトルいてくれるんじゃないかしら。いいですね。いくよ。おそらくチャンス目は難しいのでリプレイを2回いきます。2回ね。1回でいいよ。あー引けない。あっこ、何も引いてないのに、何も引いてないのに、なんで、そんなこともあるの、うん、薄いとことか引っ張ってきたんかな。なるほど、うん、なるほど。だけどこれ引く前の話ですもんね。不思議、いまいちよく分かってないんですけど、まあ、届けば何でもいいよねっていう。はい、知識。ここで何か弾けたらいいんですけどね。何も弾けず200枚から始めていきましょうよ。少しずつ行こう。間違いなく皆さんの方がゴッドイタリアレクション詳しいです。
なんでかっていうと、私朝からゴッドイタリザレクションを打って最後までここに居続けたことないんです。だいたい中盤終盤ぐらいでちょっと 1ST やりますかで打ってきてるので、何も知りません。オーバーキルしたら嬉しいねぐらいです。ただどうやら相性は悪くなさそうなので、今日はしっかり打てますからね、バスッと出しますよ。あと2メモリなのに200枚じゃ厳しいよね。244枚、また後方ともにクリア。つくよめがいいよ、うん、テスカトリポカさん、言いにくい、テスカトリポカさん、チェリーとスイカ、うん、対応薬がね2種類あるっていうのはいいことですから。よし、はい、やりました。ブーいただきまして、そのまんま行くパターンあるんですか。え、待って、昇格、ちょっと待って、昇格になれないね。そんな昇格ってするの、すごい変な引きの日。もう一回チェリー行こう、何の追加行こう、オーバーキルしたい。強制じゃダメですよねきっとね。いいね、かっこいいですね。ん、びっくりした、青だと怖いですね。あ、オーバーキルでした。強チェリーだとオーバーキルなのかしら。もう本当に何も知らないです、すみませんね。ただね、知らなくても楽しめる、それがゴッドイタリザレクションです。おっしゃ、爆乗せしちゃうよ。しおちゃんじゃないですね。ちょっと早すぎるな展開が、うん、やっぱ相性いいよね。何枚乗せられるかな、有田家のレア100を。30連打は少ないんじゃない。そうそう、レア役いけないね、オンラインで。よしよしよし、ナイスブル、波なし怖い。クォーターで大体終わりますよね。360枚、まあまあ十分です。もうちょっといけたかな。あの、なんでゴッドイタリザレクションを調べないか打たないのかと言いますと、主に音です。だいたい音が大きすぎて耳が持たないんですよ。でも下げてくださいって言うわけにもいかないじゃないですか。ただこちらの店舗さんはもう初期の音量設定がだいぶ低いのでめちゃくちゃ助かった。すごい静か、うわーってならないです、もん。つくよみ、うん、イナスさん追加対応です。結合崩壊ストック1個持ってます。あ、追加とチャンス目、リプレイがね、なかなか引けないんですよね。次よね、リプレイ引けない人がスイカもチャンス目も引けるわけがないですからね。あと10ゲーム終わりそう。504枚ですか、最高獲得枚数。ラスト耐えてください。これがね、あとちょっとなんですよね。ああ、また
419枚。お、ケロちゃんいらっしゃいです。ではまずはこれぐらいで、県ででもびっくりしちゃいますからね、お店も私も。お、あ、初めて行った。これ一番上ですよね。あ、当たりましたね。さあでは、おお、分かりやすく当たってくれますね。キンキラキンいただきました。かっちょいい。今漆黒さんいなかったですか。漆黒さん、はい、131ゲーム。2回目の ST。 また後方だ。ではこの人後方しか言いませんね。はい、アイテールさん、シェリー、やっと今のところ調子は悪いです。よしよし、来たー。最低でもリプレイ1回。ナビください。どうだ、ベル、これは、あー、ベル駆け抜けそう。本当に難しいですよね。よしよし、チャンスね。よし、ギリギリ間に合いました。残り1ゲームですよ。危ない。もう一回行こう。はい、なんとかなりました。どなた、一式継続してくれただけ、御の字。そのチャンス後の方が良かったんじゃない。今日チェリーもったいない。あ、でも結合崩壊1個取れましたから335枚。ここしか言わない。つく読み、アイテールさん、アイテールさんじゃないですよ、ミーナスです。ごちゃになってるわ。彼女はスイカ太陽ですね。スイカとチェリーが太陽役になりまして、よし、あー、こぼしてますね。あ、チャンス目でしたね。忙しい。真ん中のリールのスイカ、あ、赤なかな、赤なっていいね。よチャンス目は対応薬じゃないのでね。優しさでチリつけてくれたんでしょうけど、今回ばかりはチャンス目が良かったって話になりますよね。次あと10ゲーム。よしよしよし、
打ち止めます。チェリースイカ、デンジャー出てませんよ。なぜこんなに弾けないのか教えてほしい。5ゲームみんなどうやってます？皆さん上手すぎませんか？残り2ゲームなんで、よし緑いいんじゃない、緑はよしよしいいよ。電車出てないよ、ポタンじゃない、よし、はあ、そうゴッドイタリザレクションを朝から晩まで打とうってならない理由はこれです。あのね、疲れちゃうの、私には難しすぎて疲れちゃう。ではギリギリ、ミズチ、よし、なんか行こう、はい、リプレイだ、リプレイもいいんじゃない、どうなの、うん、少ない、279枚、300枚欲しかったな。487枚バカラリーだ、アニマルさん、チャンス目はさっき引いてますんでね、よし、もう最初で最後ですね、おそらく残り4ゲームしかないので、デンジャー、こんなに弾けないものかしらね。ははダメか、下手うまいっていう感じですよね、当ててはいるので。402枚悲しい、ただステージが弱いですよね、2連続はないかしら、ここでないとあの追加が始まります。お、ステージアップ一番上行きました、いいんですかこの簡単で、こんな200のところって引っかかるもんなんですね。私いつも ST うまいこといかなかったら、うん、あんまりいいって言って即やめしてましたけど、逆までは行った方がいいですね。後ろ向かれてますけど、あ、あ、カウントダウンが始まりました。3で赤、大当たりとか出るんですかね、待った待った下げとかないと、四国さんチャンスなんだね、ここまで来といてね、大当たりでいいのに、ほんじゃ、赤ラリーと後方しか言われない、いいよ、一軍目にプレイしてたよ、オッケー、1回目のリプレイヒットしてくれました、青フラッシュ、
いいね。ただ太陽浴じゃないんですね。一番チェリーっぽいですけどね、見た目私的には。あはダメ。そうですか、チェリーじゃつけられない。まずい、駆け抜けが見えてきましたね。50ゲーム、下手ですね。うまくないですね、全然。悲しい、女子だけ出てきてもな、枚数も表示されないですよ。悲しい、ついに駆け抜けちゃったか。いつになったら ST 得意になれるんだろう。 ST 騎士の中では割と継続させられてた方だったんですけどね。なんで今日に限って下手なのか。キャッチリーからさっきとは違った方のチャンスゾーンです。こっちの方がね難しいんですよね。ちょっとすいませんね、薄いかでしたね。蹴ればよしよ。見た目が悪いですよね、やっぱね。こぼさないにせよ、薄いかダメなんですね。はい、接近中ですよ、お客様。おお、これはあるのでは。ビカビカしましたね。ベッドがつきませんでした。うまいんだか下手なんだかはっきりさせようじゃないか。69枚残ってます。なんとか1000円で粘ってるぞ。あまりにも下手すぎてどうやったら継続するのかっていう感覚全くつかめてないんですよ。もう4回目なんでいい加減そこはつかみたい。5連させよう。ちょっと静かにできる。あ、ここダメなんだね。ちょっと静かにしていこうか。バカラリーだ。デフォルトのボイスしか出てないです。つくやみきました。つくやみだけはっきり覚えてる。7を揃えると2個は揃えたい。戦って勝つ前に7を揃えておきたいんだ。あら、カットインでないバトルいかない。それじゃつくよみの意味がないよ。考えてください。私つくよみで7ドローいかなかったこと一度もないんですよ。な、多いな。ダメだったら駆け抜けですよ。また受けたリプレイは2回、カットインは1回。バースト言ってくれました。コートのバースト、リプレイで活性化バトルです。お願い、ナビをください。よしよしよし、なんで下手すぎない。あと3ゲームしかないです。メガちゃんみたいなポーズしといてさ。やめた方がいいかもしれない、もしかしたら。あら、昇格しましたよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませなんだけどさ、追加でございます。ついに1000円で粘って4回当てたんですけどね、うち2回が駆け抜けじゃちょっと、ちょっとどころじゃないですね。お話にならない、だいぶお話にならない。ただどうか銀に昇格しましたからね。もう1個昇格したらもういよいよやめられない。お、行きましたよ。ちょっと
いいタイミングで行けたじゃないの、あなた。ゴッドマイです。嬉しい。いくつ乗るの？100でも出会えくよ。早くない？十分です。400枚。よし、あっ